信仁親王妃菊子様の生涯。今回ご紹介する人物は高松の宮信仁親王妃菊子様です。徳川家と宮家の血を継ぐ姫君としてどのような人生を送ってこられたのか、晩年当時皇族最年長者であった菊子様が見ていた未来の皇室の姿とは。様々な功績を残しつつもハプニングのエピソードが多い菊子様、信仁親王との仲睦まじい結婚生活を深く掘り下げていきますので、ぜひ最後までご視聴くださいね。公家の血を引く徳川の姫君。1911年12月26日、菊子様は東京都文京区にある徳川慶喜邸、通称第六天で誕生しました。父は最後の将軍徳川慶喜の子で公爵の義久、母は有栖川の宮家の最後の女王三重子、自身も後にそう称されるのですが、まさに両親も公武合体という武家と公家の融合した新時代を象徴する家庭に誕生されました。1年早く生まれた長女義子は生後3ヶ月で亡くなったため、菊子様は実質的に長女として育ちました。2歳下の長男義満と10歳も離れた三女紀佐子、そしてその年後で四女の久美子、一家は広い第六天でほとんどが女性である総勢50人ほどの働き手とともに暮らします。しかし義満を女女体で育てるのは良くないということになり、彼だけ軍人が教育監督をしている塾と呼ばれた修行所で暮らすこととなりました。これによりますます女女体となったこの第六天ですが、ここでは子供部屋のことをお方と呼んでいました。菊子様の部屋は1のお方、年子の妹2人は同室で2のお方、そのことからいつも一緒だった妹たちはお二方様とまとめて呼ばれることも多かったとか。菊子様には女中3人と女性家庭教師1人がつき、両親とは朝食も夕食も別、そもそも広い屋敷なため家族の顔を見ない日もあったそうです。ここまで聞くとまさにお姫様育ちのように思えますが、ご自身は木登りや自転車を乗り回すことがお好きで、お姫様だという意識はなかったと解雇されています。学習院初等科2年生から友人となった岩崎富士子を第六天に招き、同じく木に登るように言って戸惑わせ、しがみつくもすぐに落ちた姿を見て喜んだなんておてんばな一面もあったそう。ちなみに彼女は元薩摩藩士の外交官を父に持つ伊集院家のお嬢様で、晩年まで菊子様の親友として共に生きられた方です。また母である三重子は菊子様に徳川家を尊重しつつ有栖川の宮家としての手ほどきも行っていました。同時にそんな母よりもはるかに接触は少ないとはいえ、父である義久からもこよなく可愛がられたとか。たまにはおことを聞かせに来いと部屋へ呼ばれたり、一度だけ寝に来るようにと言われ枕を抱えていったり、結局父の布団に入ったものの酒臭くて眠れず、わめく菊子様に機嫌を損ねた義久はついに部屋から追い出してしまったそうです。現代でも酔っ払って帰ると子供に容赦ない言葉をぶつけられたという話を聞きますし、どこか親近感が湧くエピソードですね。しかしそんな微笑ましい家庭も三重子の病気療養により歯車が狂い始めます。妻の留守中に側室を作り、子供まで産ませていた夫、目かけが珍しくなかった当時であっても三重子はこれに嫉妬し、夫婦仲はこじれました。見かねた者たちが説得、環境を変えるべく一家で海外渡航するように進め、夫婦もこれに同意。当時10歳だった菊子様は学習院で洋行するための新しいお洋服ができたのよと嬉しそうに話し、転校の話も出ていたといいます。しかしこの一連の騒動はまだ37歳だった義久の若すぎる死により終焉を迎えました。首相候補とまで言われた義久の突然の訃報に、当時の新聞は家族で最も将来を嘱望されていたと報道。
長く喪に服す母に、まだ幼い貞米、菊子様は自分がしっかりしなければと思われたことでしょう。菊子様の面倒見の良い性格はこの時から育まれたのかもしれませんね。公武合体、仲の良いご夫婦。1930年2月4日、18歳の菊子様は25歳の高松の宮信人親王と結婚しました。この縁談が出たのは、なんと菊子様が2歳、信人親王が8歳の時。今より結婚が早い当時であっても異例の早さです。そしてその理由は、三重子の実家である有栖川宮家にありました。菊子様の父方の祖父は徳川慶喜ですが、母方の祖父はこの有栖川宮家最後の当主である有栖川宮武人親王。双方ともに孫である菊子様を痛く可愛がり、そして示し合わせたように菊子様が2歳の年に亡くなります。宮家の数が増えすぎないよう養子縁組を禁止した皇室典範。徳川慶喜は子沢山だったために安泰でしたが、唯一の跡継ぎだった種人王を病で失っていた有栖川宮家は、この法律により断絶が確定していました。しかし、有栖川宮家は幕末以前から続く、特に歴史の古い四神王家のうちの一つです。大正天皇はこれを惜しみ、当時8歳だった信人親王に、有栖川宮家が担っていた祭事を継承させることを決定。本来ならば宮家の創設は成人の際に許されるもの。この時ばかりは異例の措置として、まだ幼い信人親王は有栖川宮の旧称である高松宮を名乗り、同時に武人親王の葬儀の喪主を務めて有栖川宮家の終焉を見届けることとなりました。亡くなる直前にこの話を聞き、菊目、菊目と呼んで可愛がっていた唯一の孫が将来嫁ぐと知った武人親王は、きっと安らかな気持ちで旅立てたことでしょう。しかし、菊子様ご自身がこの縁談を知ったのは、なんと10歳の時に誰かがポロッとこぼした、高松の宮様と結婚なさるんですって、という言葉からだったそうです。幼さゆえに結婚の意味も理解していなかった菊子様。信人親王と初めて対面したのは、それからさらに6年も後のことでした。そう聞くと典型的な政略結婚だと感じますが、お二人の仲は非常に良好でした。三重子と信人親王の母、貞明皇后は元から交流があり、菊子様ご自身も結婚前から姑となる貞明皇后を慕っていました。それは昭和天皇の名代も兼ねた世界一周新婚旅行中に文通をしていたほど。一方で信人親王も姑である三重子に菊子様の失敗談などを面白おかしく書き送っていたというのですから、夫婦仲の良さが伺えて微笑ましいですね。1年2ヶ月の新婚旅行は日本初のカップル外交でもあり、イギリス、スペインへの公式訪問、そして昭和天皇と秩父宮康人親王が叶わなかったアメリカ、カナダへの親善訪問という非常に重要なお役目でもありました。きっとこの難局を乗り切ったことで、お互いに支え合える良い夫婦関係を築かれたのでしょう。帰国後、日本は転がるように大戦へと突き進みます。結末はご存知の通りですが、相変わらずご夫妻は仲睦まじく、国民と同じく家財を売っては必要物資を闇市で調達するといった、タケノコの皮を一枚一枚剥ぐような生活も共有されました。唯一焼け残った高松の宮邸では、 GHQ 占領下において昭和天皇を東京裁判に出廷させないよう、なんとか接待費と食材を調達して外交を続ける日々。そのため菊子様は一念発起し、名札だけつけて放り込んだだけといったような混沌とした蔵を整理、財産を管理しました。この時に昔から弱かった機関士を誇りで痛めてしまったのですが、努力の結果か、高松の宮家の財布を握ったのは菊子様だったようです。末の妹である久美子とは戦後も特に関係が深かったのですが、
信人親王はよくお金が欲しいなと愚痴をこぼし、西銀座でばったり出会った時には言うなよと口止めした上で笑って去ったこともあったとか。信人親王と菊子様は皇族の中でも特に特別扱いを嫌う方々でしたが、節約を心がける妻に頭が上がらない夫という日本の各地で見られる姿にとても親しみを感じますね。得意科目は国文学。学習院時代の菊子様はどの科目も優秀で、特に国文学が得意だったといいます。しかし尾上西秀先生の和歌の授業を特に熱心に受けていましたが、この先生の受け持つ習字の授業には出ませんでした。そう、こんなところにも有栖川宮家断絶の影響があったのです。第五代当主有栖川宮頼仁親王が天皇の筆跡新官用をもとに始めた公家流の柔らかな有栖川五流、その継承者が三重子一人となり、菊子様への伝授が急がれました。そのため尾上流で有名な先生の授業では、有栖川五流が乱れると懸念した三重子により願書が提出され、絵の授業に代替する特別措置となったわけです。また三重子は紀佐子と久美子にも有栖川五流を伝えたいと考えていました。12歳頃から菊子様に習い始めた2人でしたが、同じ頃に三重子は病死、特別措置もなく尾上先生の授業を受けています。尾上先生は2人が書く有栖川五流を変な字だと言い、対する久美子は尾上流を細くて棒のような字というのですから、後継者の菊子様が授業を受けなかったのは正解だったのかもしれませんね。ちなみに戦後には常陸宮正仁親王妃花子様と秋篠宮文仁親王が菊子様の弟子となっています。また菊子様といえば生け花のイメージを持たれている方も多いでしょう。生け花の諸流派が団結した日本生け花芸術協会、その名誉総裁に担がれた菊子様は慌て、自身を支える副総裁として当時の経団連会長石坂大蔵に白羽の矢を立てました。しかし彼はすでに要職を兼任、もう長と名のつくものは一切引き受けないと明言していた人物。そこで菊子様は一計を案じます。物言わぬ花にはあれど物言うに勝る心を汲みたまえかし、そう手紙でも電話でもなく牡丹の一紙を添えた和歌を送ったのです。待望のお返事はこちらも和歌でした。物言わぬ花の心を汲みかねて老いの闇路に迷う我かな、つまり副総裁を引き受けるということなのですが、まるで王朝物語のようなこのやりとり、国文学好きな菊子様の遊び心が感じられますね。また信人親王とともに開かれた皇室を目指された菊子様は出版にも携わっていました。菊と葵の物語をはじめご自身の著作もお持ちですが、なんといっても思い切ったのが高松の宮日記の出版。信人親王の死後に発見したのですが、海軍関係者は大変貴重なものであると太鼓判を押すも、宮内庁からは公開を反対されたそうです。菊子様は戦後黙って大量の書類を焼く信人親王の姿を見ていました。残された日記には意味があると感じた菊子様は反対を押し切り、ついに出版にこぎつけます。文化や知識だけでなく当時の情報も後世へ継承するべきだという菊子様の強い信念が感じられるエピソードです。明確な指導者がいたドイツなどに対し、顔が見えないと評された戦時下の日本、その混乱期における昭和天皇の苦悩と皇族たちの言動がわかる貴重な資料として、この日記は現在も読み継がれています。乗り物との相性。かつて広い庭で自転車を乗り回した菊子様は、結婚してから間もなく今度は信人親王の手ほどきで自動車を運転していました。しかし上達する前に新婚旅行へと出立することになり、
実際に免許を取得したのは戦後になります。菊子様は乗り物全般でハプニングに遭いやすいようなので、ここではその数々をご紹介しましょう。まずは新婚旅行での事件。場所はイギリス。伝統あるロンドン市長主催の午餐会に招待されたご夫妻は、厳かな儀式と食事を終え、前日の取り決め通りに馬車へと乗り込みました。向かいの席には王室の馬と猟犬に関する全般を取り仕切る主馬の神グラナード伯爵が座ったのですが、何やら後続の一人が耳打ちしています。なんと最初に乗り込んだ菊子様が席を間違え、グラナード伯爵をお客様席へと座らせてしまったのです。致し方なく一度立ち上がり、囚人監視の中で席を交換した一同。この珍事に高級馬車でもさぞ座り心地が悪かったことでしょう。ちなみにグラナード伯爵はこの後皇族方から散々からかわれたとか。そしてスペインでは16世紀に建設された壮麗な王宮を見学。自動車で帰る際、アルフォンソ13世が、今度は妃殿下とご一緒に乗ってもよろしいですか?と信人親王に尋ねるではありませんか。これに菊子様は慌て、精一杯の困った表情で信人親王に無言の訴えを試みたものの、心通じず了承されてしまいます。親子ほどの年の差とはいえ男性、それも国王という同乗者に緊張する中、沿道の民衆に投げキッスをなさいという指示まで出され困り果てたとか。さらに、スピードの速いのはお好きですか?との問いに皇帝で返したために、とんでもないスピードを出され後続車を振り切ってしまったそう。きっと信人親王と合流した時、菊子様はほっとしたことでしょう。そんな菊子様も1950年頃、幼馴染の岩崎不二子を誘って、新しくできた日の丸自動車教習所へと運転免許を取りに行きます。怖くなった不二子は諦めてしまいましたが、無事に取得した菊子様は彼女や香淳皇后を車に乗せたり、一人でふらりと出かけたりと運転を楽しまれたとか。倍の速度を出してはスピード違反で止められ、スペアのタイヤを落としては後続車の男性に届けられ、ゴールド免許はちょっと厳しそうな菊子様。ちなみにこのタイヤ事件では、男性の車用車のナンバーをこっそりと控えており、後日お礼の菓子折りを宮内庁の事務官に持たせたために、事情を知らない社長をおののかせたとか。また1957年の北海道最北の島々を巡る旅では、信人親王の古くからの知人である海上保安庁第一管区本部長の案内を受けました。感動の多い旅となりましたが、接岸時に菊子様が次々に話しかけるため、本部長は指揮が取れず、代わりに信人親王が指揮したという一幕も。後でそのことを知った菊子様は冷や汗もので首をすくめたくなったと回想されています。さらに同じ年、東京都副知事の勧めで鳩バスに乗り、夜のお江戸見物ツアーに参加。秩父宮妃節子様と一緒に変装していったものの、あっさりとバレてしまい、バスガールも見知らぬ人たちも一緒にありのままの姿で記念撮影したとか。1964年には箱根の芦ノ湖で乱暴な操縦のボートに乗船、胸骨骨折という大怪我を負います。そして1969年の公正保護制度施行20周年記念行事に参加した帰りのフライトでは、タラップを降りようとしたところ、下へ転がり落ちるという事態に。幸い乗客係によりうまく受け止められたことで大怪我は免れました。信人親王には、俺はこれからお前より先にさっさと降りることにするよ、その体で上から落っこってこられてはたまらないからな、なんてからかわれたそうです。祖父の徳川慶喜も新しいもの好きで自転車を乗り回し、美女に見とれて看板に突っ込んだという経歴の持ち主ですし、血は争えないのかもしれませんね。偉大な祖父徳川慶喜の大河ドラマ、
1998年1月4日から12月13日まで放送された NHK 大河ドラマ徳川慶喜を皆様覚えておいででしょうか。原作は司馬遼太郎の著作最後の将軍徳川慶喜、主演はアイドルグループ渋垣隊解散後に俳優活動を本格的に始めていた当時23歳のもっくんこと本木雅弘。本来ならテレビカメラが入れない水戸徳川家の墓所がある瑞龍山での撮影、慶喜とゆかり深い江戸火消しのはしご乗り、高価な碁石や晩餐会のフランス料理の再現で話題となりました。そして大々的に報じられたのが慶喜の孫にあたる菊子様の現場訪問。当時の NHK 会長からのお誘いで実現したこの訪問で、最初に向かったスタジオでは早速慶喜に扮した本木雅弘によるお迎えがありました。本物の慶喜に可愛がられていたとはいえ、それは2歳の時の話、ほとんど思い出はなく、結局テレビがおじい様のことを教えてくれているみたいと菊子様は笑っていったとか。記念撮影も行われたのですが、隣同士となった本木雅弘と菊子様は様々な言葉を交わしたそうです。間近で見るとなかなか美男子よね。立派に見せるために胸元に綿だか布団だかを入れてますというんで、あちこちカツラの生え際までじろじろよく見てきたの。当時すでに87歳の菊子様でしたが、生来の茶目っ気がまだまだ健在であったとよくわかるご感想ですね。そして原作者の司馬遼太郎は、あの異例の出版となった高松の宮日記の推薦文も書かれた方、その時のお礼も兼ねて彼が亡くなる少し前にお会いしたそうですが、日記関係資料の一部を見せると目を光らせる姿に感服、もっと長生きしてほしかったと悔やまれています。そしてこの大河ドラマで描かれた慶喜の人生は一生ではなく半生。慶喜は家督を田安家里に譲り、32歳から静岡で隠棲して21人もの子宝に恵まれました。ひたすら趣味に走るという魅力的な人生を送られましたが、残念ながらそういった一面は描かれていません。実は徳川慶喜、家督を譲ったことで正当な徳川宗家から離れ、徳川慶喜家を新たに創設しています。そしてごく一部にしか与えられなかった最高爵位公爵を授けられたことは、幕末に朝敵とされた汚名の返上を意味していました。そのため菊子様が幼少期を過ごした大禄天では御寿爵記念日として祝っていたとか。一方徳川宗家を継いだ家里は、慶喜は徳川家を滅ぼした男、私は徳川家を建てた人と公言しています。ある日招かれた旧大名家では、先に上座へ座っていた慶喜に、おや、私の座るところがないと言い放ち、気を使った慶喜がそっと隣の席へ移動。以後どの家も二人を同時に招くことはなかったそうです。家里が亡くなった際にご遺体と対面された菊子様は、徳川家を滅ぼした者の孫だというので、睨み据えられたようなお顔に感じたと述べています。また結婚前まで大禄天で暮らした妹たちも、当時から憎まれているのだろうかと話していたと言っており、同じ徳川家でも複雑な関係だったのでしょう。放送された大河ドラマを毎週見ていたという菊子様は、もしかしたら家同士のそんな関係に思いを馳せつつ複雑な思いだったかもしれません。愛子様ご誕生時に描いた未来の皇室、菊子様は積極的に各妃殿下と交流し、次代の皇室を特に気にかけておられた方でした。2001年12月1日、当時皇太子だった成仁天皇と雅子様の間に待望の第一子、利宮愛子内親王殿下が誕生します。この慶事を痛く喜ばれたのが誰あろう菊子様、あれましし内親王健やかに育ちませ、待ちに待ちたる今日の喜び、
このように湧き上がる思いを三首の和歌に託し、2002年1月22日号の婦人公論へと寄稿しました。当時90歳を迎えていた菊子様は、2000年に香淳皇后が亡くなられたことでついに皇族最年長者に。そんな皇室のご意見番というべき存在が、この寄稿において突然女性天皇を肯定する意見を表明したのです。現代では女性天皇、女系天皇と分類して議論されていますが、当時はまだそんな言葉もそれほど一般的ではなかった頃、ご自身が元気なうちに第二子と対面できることを期待しつつも、一姫二太郎への期待が雅子さまに過度の心理的負担をおかけするようなことがあってはならないと断じておられます。その流れで女性皇族の即位の可能性を考えておくことは、長い日本の歴史に鑑みて不自然ではないと提唱。昭和天皇と末の弟である三笠宮孝仁親王は子宝に恵まれましたが、同じく昭和天皇の弟である秩父宮康仁親王と高松宮信仁親王には子がおらず、断絶が決定していました。新婚旅行中にスペインのアルフォンソ13世に言われた早くお子をとの言葉を、菊子様は当時恥ずかしく思いつつ、現在となっては結局叶えられなかったのだと複雑な思いをこぼされています。徳川宗家の家督を譲り渡し、新たに徳川慶喜家として創設された経緯を持つ実家、断絶が決定しつつも特別措置と自身の結婚により辛くもつないだ母の有栖川宮家、そしてそんな有栖川宮家を継承しつつ自身の皇居とともに終焉を迎えることとなる高松宮家、この女性天皇に関する発言の真意が今でも議論されていますが、92年間という長い生涯でこれだけの家の興亡に気をもまれた菊子様です。初代総理大臣の伊藤博文は宮家が増えすぎることを懸念し、皇室典範で養子を禁止しました。現代となっては増える心配どころか減る一方である皇室に、菊子様はこれを最大のお家存続問題として、ご自身が皇居される前に一石を投じたかったのかもしれません。病気と向き合ったご生涯。父を37歳の若さで脳一血により亡くした菊子様でしたが、母も42歳の若さで亡くされています。1933年4月、21歳の菊子様は長崎県の佐世保にいました。軍艦高尾に乗船していた信仁親王がその軍港に寄ると聞いたからです。そこに飛び込んできた電報。母が病院に入ったと聞いて慌てて東京へ戻るも、そこで見たのは食事も取れず水を飲むだけで精一杯な母の姿。手の施しようがない結腸癌でした。海軍として多忙を極め、海上からなかなか帰って来られない高松宮信仁親王。お見舞いに来るも、あなたは勉強しているのだからここにいてはダメだ、と、すぐに東京大学へ返される弟、まだ子供で何も理解できていない妹たち、そんな中で聞かされた母の余命宣告、回復を信じている本人には到底伝えることもできず、菊子様はお一人で全てを背負い込んだのではないでしょうか。慰むる、すべなかりけり、やしおじを、隔てて知事に心砕けど、信仁親王から送られてきた、遺憾なく看護を尽くせという電報とばかに、菊子様はこれを握りしめて泣いたと言います。結局余命宣告で告げられた夏どころか1ヶ月も持たずに亡くなった三枝子、悲しみのあまり泣けなかったという菊子様は癌を憎み、1939年に癌に効くと言われていたラジウムを財団法人癌研究会へと寄付しました。戦後1953年には幼なじみの岩崎富士子を筆頭に女子学習院時代の学友を集め、がん研究のための慈善事業を目的とした任意団体なでしこ会を結成。人を雇わず自分たちの手と足を頼みに奔走するなでしこ会のメンバーに賛同者は着々と増え、
寄付が多く集まったことで、1968年には高松の宮妃がん研究基金が設立されました。シンポジウム開催により世界的にも知名度が高く、フランスのリヨンにある国際がん研究機関本部の講堂入り口には、菊子様の写真とプリンセス高松メモリアルホールの名が掲げられているとか、また同時に帝名皇后のハンセン病患者救済活動も引き継ぎ、1993年には高松の宮記念ハンセン病資料館の設立にも尽力しています。10年ほど経ったら解決するかしら。高松の宮妃がん研究基金を設立した当初、幼馴染の岩崎富士子とがんの撲滅を信じてそう話していた菊子様でしたが、がんは何度も大切な人たちを奪っていきました。1987年2月3日、高松の宮信人親王が末期の肺がんにより薨去されます。さらに1989年1月7日、昭和天皇も十二指腸乳頭周囲腫瘍、つまり腺がんにより崩御。2003年には菊子様ご自身も乳がんを患い、摘出手術を受けました。その翌年、2004年12月18日、菊子様は高松の宮信人親王と同じ聖ルカ国際病院で敗血症により薨去されました。奇しくも楽しみにしていた佐弥子内親王と黒田良樹との婚約内定発表会見の日、ご自身の訃報により延期となったことを誰よりも悲しんでいたかもしれませんね。今回は高松の宮信人親王妃菊子様の生い立ちと数々の逸話を紹介してきました。ご自分の意見をしっかりと持ちつつも、高松の宮信人親王に寄り添い、国民と近い位置にあり続けた菊子様。残念ながら93歳を目前に亡くなられてしまいましたが、様々な家の興亡を見つめてこられた菊子様は、現在の皇室を見てどうおっしゃるでしょうか。皆さんはどの部分が印象に残ったでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。